本日の桜祭りの締めくくりとして選手を代表して清武宏選手より皆様にご挨拶をしさせていただきたいと思います。お願いします。皆さんこんにちは。楽しめましたか。短い時間ですが今日は本当に暑い中ありがとうございました。みんなとこうやって触れ合えたことで選手自身パワーをもらえたと思います。後半戦も、先週から始まってこの暑い中が暑い夏場が、勝負だと思うので、まあ、選手はしっかり、頑張ります。後半戦も一緒に戦ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。30年、50年とサポーターの皆さんのところにこれからも歩んでいきたいと思います。皆さんこれからも熱い応援よろしくお願いします。では選手の皆さん、そして新規の皆さん、会場の皆さん、大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。たこ焼きにもいますか。たこ焼きにちゃん、最高のライブ、そしていつもね勝利。